処分ができないっていう気持ちの上で、でもこういうところ役立ってもらえるなら、はい、ということを聞いていただいたものや、それからいろいろ保存団体さんとかいろいろあるんですが、ね、業者さん、はいはい、だからブリーダーさんだとかペット業者さん、はい、そういうような人たちがやるんならって個人的に、はい、そういうところに役立ってくれてもらったものが、まあ、それが一番多いですね。なるほどなるほど。だからかなり寄付ですね。じゃあ寄付ってことですね。だからここにね、あるものは全部、はい、基本的に売り上げはこちらの団体さんに寄付するということで。なるほどなるほど。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、販売フリーマーケット開始してます。どうぞ。飼ってるんですか、これ見てて。はい、飼い主さんですか。あ、やっぱね、ついてるもんね、全然。そういうことですか。え、3匹飼ってるんですか。いや、飼ってるのは6匹 で、預かり犬が今3匹いるんです。じゃあ9匹じゃないですか。すげえ。そうですか。はいですね。でもご飯くれるの大変だと思うんですけど。あ、はい、大変ですね。毎日誰がやったんですか。ほぼお母さんか。あ、そうですか。でもそんなにたくさん食べないもんね、ちっちゃい、うん、ちっちゃい犬だから。そうですか。頑張って飼ってください。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、西条です。西条さん、はい、今長野県は真っ白町に来ておりますけども、はい、ちょっと登ったところに、はい、今日は何の催しなんでしょうか。今日は犬の譲渡会をやっております。いろんなところで、飼われてまして、はい、もう史上最高の、なんかね、ブームだというふうにお聞きしますけど、はい、その辺どうなんでしょうか。そうですね、結局そのブームの陰では、はい、泣いてる子たちがたくさんいまして。なるほど。松本の繁殖場で、はい、なんかありましたよね、はい、ひどい飼い方をされて飼育されてたんですが、はいはいはい、その子たちも、今はどちらにいるかわからない状態になったんですが。なるほど。日本全国でいろんなところでそういうことが起きてます、はい、で法律改正ということで一人に対しての頭数が決められてしまったので、そうなんですか。これからブリーダーやペットショップでは、うん、そういった犬たちが溢れてくると思います。ペットショップもそうなんですね。そうですね、結局頭数を抑えなきゃいけなくなる。それで溢れた犬たちが結局どこへ行ったらいいかわからない状態になってしまうので、はい、こうやって私たちが駆けつけてレスキューしで助けている状態になっています。なるほど、はい。まあ、譲渡会というと保健所のやつ一度行ったことあるんですけども、はい、ええ、まあ、その場で気に入ったらすぐもらえたんですよ。はいはいはい。その点、このポチの会という会ではどんな風にされてるんでしょうか。はい、私たちの会では、すぐに譲渡はできません、はい、でいろんな審査をさせていただきます。なるほどなるほど。家族構成や、家の状況で申し訳ないですが、この子たちを医療にかけていただくために、はい、ある程度のお金を出していただけるか。あ、はい、私たちが、まあ、トライアルを決めさせていただいたお宅へお連れして、うん、はい、家の様子も見たいと思ってます、はい、そこまで、はい、はい、します。なるほど、まあ、確かにいろんな予防接種とかありますよね、はいはい、結構年に1回とは言っても、はい、負担かななんて思う時もあるんですけども、はい、ああいうのはどうなんですかね。やらなきゃいけないんですか。負担だなと思う方には飼っていただきたくないですね。なるほど、はい、いろんな意見もあります。ワクチンが体にいいのか悪いのかっていうふうに、まあ、言われる方もいますが、うん、犬のためを思ってね、一番に思っていただける飼い主さんにお渡ししたいと思っています。条件が厳しくなったということですね。そうですね、はい、それは6月の今年の6月ですか。なんか法が改正になったっていうのをお聞きしたんですけど、はい、その法務改正のこともそうですが、はい、このコロナの中で、まあ、家にいる時間が多いということで、はいはいはい、やたら犬を、求めてしまってペットショップで飼って、はい、結局しつけができなくて、捨ててしまう方がたくさんいます。で簡単な理由でアパートを引っ越したから、はい、もう申し訳ないですけど家庭の事情で犬が飼えないという方がとても多いです。なのでね、やっぱり子供と一緒です。自分の子供だと思って最後まで幸せに飼っていただきたいと思ってます。
なので、はい、まあ、これからどんな風に、まあ、この会を盛り上げていこうと思っているんでしょうか。ここのチラシがあるんですが、飼育放棄によってね、はい、命を奪われる犬たちをゼロにしたい、はい、で利益のために虐待を繰り返す悪徳ブリーダーをゼロにしたい、ペットショップでの生態販売をゼロにしたい、はい、こんなことを今掲げてるんですが、なるほど、ペットショップの裏ではとてもひどい繁殖家たちがたくさんいます。そこで子供をいっぱい産んで売っています。ね、値段も恐ろしい値段で今何十万、30万、40万、50万平気で、そうですね、はい、売ってます。まあ、値段はともかくとして、はい、その中の飼育環境、なんていうかな、飼育環境がとっても悪いので、うん、はい、なるべくそういったブリーダーをなくしていきたいと思ってます。ここ 2,3 年で3倍から4倍ですよね。そうですね、はい、そうですね、値段も上がって、はいはい、上がりましたね、ですよね。だから犬をもし飼うであれば本当に最後まで、その子の人生、犬生ですよね、大事に思っていただいて、人間と一緒です、生きています。人間の勝手で捨てたり虐待したり、それは本当にやめていただきたいと思います。はい、はい、強い決意の持った会なんですね。そうです、よろしくお願いします。先ほどもなんか聞いたら、その犬を3匹、自分の犬を飼ってて、さらに預かってる犬を何匹飼ってて、はいはい、合計10匹ぐらい飼ってるっていう方もいらっしゃるって聞いたんですけど、私は6頭います、家に、保護犬と、山口県から来た野犬もいます、はいはいはい、山口県、まあ、いろんなところで、野犬問題が出てますが、はいはい、その子たちも、囚われるとすぐに殺処分されますっていうのは、まあ、凶暴な犬もいれば、はい、そうですね、人間を知らないので遅い犬もいます。ただとてもいい、可愛らしい性格の犬もいます。うちに来た山口県からの犬は、かなり静かな子たちが多くて、そういった活動をしてる、引き出して、譲渡する、ボランティアさんや、活動家もいます。ぜひその方もね、知っていただきたいと思います。なるほど、はいはい、必ず里親っていうのがあるんですよね。あります。見つかればいいですよね。そうですね、ぜひお願いしたいです。ちょっとしつけとかいろいろ大変かもしれないけども、はいはい、ぜひ見てあげたいってい こう気持ちのある人を、そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。選んでいただきたいと思いますね、はい、よろしくお願いします、ね、ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん里親希望よろしくお願いします。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、こんにちは、今日はここで譲渡会、犬を、まあ、中心になんですけどもやっておりまして、まあ、墓地の会主催ということなんですけども、この場所を提供されている相澤さんに来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、ワンラブの相澤です。相澤さん、はい、ワンラブって、ワンラブっていうのは犬のしつけとか、はい、デイケアって言って、うん、犬の子犬の幼稚園を、はいはい、メインで今やってます。うん、今初めてお聞きしましたけど、その犬の幼稚園、はい、どんなところなんでしょうか。ですね、日中留守番がちなワンちゃんをお預かりして、うん、はい、でワンちゃん同士犬のコミュニケーション能力を高めたりとか、そういう目的でワンちゃんは昼間お庭で遊ばせているっていう感じですね。しつけを中心にするってことですかね。しつけってよりは運動量を満たしてあげることと、あとは子犬同士の社会化期っていうのがあって、で小さいうちにしかいろいろ学べないので、そのうちに犬同士でいろいろ遊べるようにと、そういう時間を作ってあげてるっていう感じです。犬もその多数でこう生活した方がいいってことなんですかね。そうですね。やっぱ一匹でいるのと、いろんな犬とのコミュニケーションを取ったりとかする中で、いろいろ学べるものがたくさんあるの でやっぱりこういう保護犬とか の崩壊しちゃうような
状況の良くないブリーダーさんっていうのはやっぱり犬同士合わせてなかったり、子犬の時期ってすごく大事で、あの子犬の頃にいろんな経験をさせなきゃいけないんだけど、そのなんていうんですかね、犬同士あの兄弟とか親とか、そこ の, あの大切な時期が、まあ、2ヶ月ぐらいまでなんですけど、その間ブリーダーさんの中でああいうそういうあの犬同士のコミュニケーションを取らせてないと、大人になってからうまく犬同士にコミュニケーションが取れないっていう子が多くて、犬のコミュニケーションってのはどんな感じなんですかね。そう、まあ、匂いを嗅ぎ合ったりとか、はいはいはい、嗅いで嗅がせたりとかね、はい、することもそうだし、あとは噛む加減、はいはいはい、この程度噛んだら痛いんだっていうことを遊びの中でいろいろ学んでいくんですけど、そういうことがあのブリーダーさんによっては、うん、ゲージにただぶち込んでるだけで、あの特に他の犬と遊ばせたりとか、そういうことが一切なく販売される状況になるので、そういうとこから買ってきちゃうとすごく大変なワンちゃん、だから結局犬が吠えたりするのっていうのは、あの恐怖心からがほとんどだから、犬にあんまり慣れてないとか、あとそこの飼育環境が良くなくて、人間の接し方、犬の持ち方とか触ってあげたりとか、そういうことがされてないとこがあるので、そうするとすごくあの人にも犬にもネガティブな印象を持ってあのスタートしちゃうから、そうすると散歩中吠えるとかね、あのなりやすくなっちゃうんですよ。そういうことをこの地域ですね、この目的で作られたってことなんでしょうか。そうですね、ここはまあもともとはあの荒廃農地とかね、そういうところをなんか活かせないかってことで始まって、でドッグランはあれですね、鳥獣害対策、ここ結構猿が来るので、それでまあドッグランあればだいぶ違うんじゃないかってことで始まって、でまあひどいっすよね。そうですね、大きく話し合いでもいいんですか、ここで。あの柵の中ならね、簡易性みたいな、いえ今全くそういう感じじゃなくて、うん、あの好きに来てもらって、で寄付金っていうか募金箱があるので、うん、はい、そちらで寄付を入れてもらって、はい、それで、あ、じゃあ特にその値段っていうのは決まってないんですか。そうですね、あのお気持ちを好きに来てもらって、はい、あの好きに遊んで帰ってもらっていいです、はい、皆さんにちょっと一言じゃあお願いします。まあ、大きい、思いっきり遊べるランになってますので、ぜひ誰でも自由に遊べますのでお越しください。なんて名前ですか、もう一度お願いします。ドッグフォレストアンズこの里、ぜひあの希望に向かって頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。